であるのか。すげえ、なんかめっちゃ、ここ出せ、見てくれよ、この Windows に標準搭載されてたこの父っていうフォント。おい、ファザーズバックっていう字面ダサいって、やめようよこれ、売り上げ落ちるだろこれ。最近話題のあの動画見るか。日本唯一の店プレイヤーで、どれだっけ、バロラントがあるんだよね。日本唯一の店プレイヤー、指示いたりと聞くわ。指示に聞こう。めっちゃ漏れんだよな。パーンって言って、ぐるんと回るんだけど、ぐるんと回った結果、自分がどこにいるか分かんなくなっちゃって、あーってなるっていう。そう、ちょっと見ていてくれ。見ていてくれ。めっちゃおもろいんだよ。行くぞ。なんかね、くるって回るの。なんかよく分かんない挙動するの、ほら。ほら。ほら。ここここ一瞬待って一瞬待って、こっちに下がるのかなと思った。上に行くんだよ。なんだか右に向いてる俺。うん、これだから270度回ってるんですよ。ほらこれ倒した後フラフラってなって、かわいいフラフラって、これめっちゃおもろい。バーンって倒した後に後ろ下がってここに当たってるっていう。そのやった後によくどこがいる、どこに自分がいるか分からなくなるのがめっちゃおもろくて、これが。そう、いや、うまいんだけどね。いや、うまいんだけど、回転しなくていいんじゃないかっていう。そう、頼むと思う。あ、これはかっこいい、これはかっこいい。ああ、そうね、うまいのに台無しだったよ。ああ、おお。あーこれはうまい、これはうまい。あーこれはまあもううまい気がする。あーいいじゃん、いいじゃん。うまいやつもあるね、かっこいいやつもね。たまにあの回転しすぎてどこにいるか分かんなくなってフラフラフラってなってんだから、おもろい。かっこいいんだけどな。あーおーおー、なんで台無しにするんだよ。かっこいいやん、シャグル。確かに COD こんな感じだよね。このシーンいらんやろ。このシーンいらんがって、ここで切りゃええのに。ここで切れ、ここでここで次のクリップいけ。ねえな、もっと早く切ったら多分一番かっこよさそうだけどな。シンジから今余談が来てて、ありがとうございますって言ったら、ちなみにそいつ以外で上がっている同じような動画があるけど、タイトルそれは全部そいつをバカにしたパロディって書いてある。とんでもねえ、とんでもねえな。サブスクめきめき減ってるな。今月単純にさ、配信の時間が少なくて、正直俺の配信にサブスク価値がないレベルだから、ちょっと声ブツブツやな。あら、あ、ほんとだ、壊れちゃった。めちゃくちゃ途切れる。あれブツブツ、配信カクカクすぎて。壊れちゃったね。バリバリブスのせい、キング、あ、BF のせい、完全に。あれ治った、クラッシュしちゃった。ブス面白かったね。いやいや、面白かったねじゃねえんだよ、今からねえんだよ。ああ来た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 、ほら来た来た来た。何がいいかな。ラッシュ TDM がいいな。サンダンス何がいいの。あのさっき出てたさ、やつ。ごめん、陛下、さすがに2042年のゲーム、ちょっと今すんのなかなか難しいな。重いから配信切ってやろう。重いから配信切ってやろう、やばいね。ロビーの人数が足りません。これはロビーの人数が足りない。ロビー内32分の7。カソニもほどがある。あ、8になったやけど。みんなやろうぜ。負け来た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 。もう負け来たら、あ、もう負けてる。おお始まった。おお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 なんかだんだん安定してきたか。ちょっと安定してきた。ちょっと安定してきたんだよ俺。俺ね、気づいたことがあってさ、なんかこれなんで8人しかマッチングしないのにこんな敵多いんだろう。
おーおーおーおおちょっと目めっちゃああやばい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 めっちゃ勝てるめっちゃ勝てるめっちゃ勝てるさらにほらめっちゃ倒せるほら全然当ててこない敵全然当ててこないよほら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 全然当ててこないキャンペーンみたい COD のキャンペーンみたいどこいのね人気ゲームだから初心者多いのかもな BF ってこれ誰でもなんか初心者でもできるのがやっぱ楽しいとこだもんねすげえなあー強いあー急に強いやつ来たあこれ人だあこれ人だただ映像は抜群に綺麗だなこれな見てこれこれこの映像の綺麗さダダスタ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 ってこんなん作れるかこんな神ゲー作れるかお前なら重いのと人数が少ないのがこのゲームってさやっぱあれだよねその たくさんの人間で戦うのがおもろいゲームだからさプレイヤー人数がめちゃくちゃ重要なゲームじゃんだけど最初にさ初動滑ったせいでさそれでちょっとどうしようもなくなっちゃったよな重くなった重くなったあー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 安定待ちます安定期待ちますねえパソコンのスペック足りてないっぽいな俺のちょっと俺の PC がちょっと足りてないくさいな俺のスペックはね、i9-11900 の GTX3090 だね。ちょっとこれじゃ足りないみたい。あ、落ちた。ねえ、でもめっちゃ無駄ゲームだったね。実際、打ち勘とかマジでよかった。うん。なんかね、みんなは重かったと思うんだけど、俺がプレイしてる分には軽かったんだよ。配信がまともにできないのかな、多分。BF がね、CPU の使用率 100% 使っちゃってて、OBS のクソみたいな多分 2% ぐらいしか使わない CPU 使用率をもう使わせてくれない。ただ今度ね、お家に強いパソコン届くから、あれだったらワンチャンいけそうだけどな。ちょっとコンクエストいけるか、コンクエスト。てか、来るっていうか、正確にね、横にある。横にあるけど、設定めんどくさくて、もう1週間ぐらい放置してある。あー、ありがとうボット戦やるしかない。ああ、進化した。ああ、やっと始まったぞ。はタルコ不要というかゲーム全般で。始まった。リスキル。落とそう。全然かい、重すぎて全然当たんないんだけど。おお、おお、おお。1280×。720にしたいんじゃない。炭土地盤のブフですか。あ、来た。これでいいんじゃない。これでいいんじゃない。あれ。わらわら。ちっちゃ。違法アップロードすんな。すげえ配信だ、ニコ生かよ。ちっちゃいおじさん。プトプト変わってねえ。わらわら。言い訳あるか。わらわら。20年後はスマホ派遣ってことですね。ちょっと諦めよっか。ちょっと、俺のパソコンじゃ BF は無理そう。ちなみに、こうなってました。荷物ボット増えて重くなったんか。わらわら。ダブル。ラスさんは普通に朝までやってた気がするけどな。わらわら。ビディアコントロールで画面を見てスケーリングとかに変。イカ役。一応言うと、配信しないと普通にプレイできるよ。配信ができないだけで、俺はね、設定するか、新しいパソコン後で。今、これ使ってるパソコンが、RTX3090 の i9 の11900。で、横にあんのが i7 13700KF RTX4080 らしい。今度来るやつが AMD Ryzen 9 の7950X3D の RTX4090。これが多分今使ってんのが、これだ。Core i9-11900。で、今俺の家にあるやつが、これか。あ、ゲーヤーほんとだ倍上がるわほんとだ俺のパソコン買い置けみたいになるぞお前ら !3 倍だっつって消費電力も3倍だ消費電力は3倍だそれやだななんかどした研究始まってるっすよ。すげえんかい。遠くで一人ぼっこりしてるコスは。何叫んでたん。うん、いや、ちょっと運動不足だからさ、結構頑張ってや。何してたん。ん、あのパソコンをちょっとこう、いろいろしてた。エビオの気持ちを汲み取ってあげないと。さあ。これさ、なんかパカッてあげたんだよ。パカッてあげたさ、見てほら。幸せになりますって、これ多分テルさんのサインなんだけど、これ。俺のサインが書いてある。ほら、これ印刷だ。いつも応援ありがとうございます。書いたわ。俺の字だもん。これ見て。もう出てるらしい。え、コラボ PC ってこういうことか。ほら、みんなの臭いが。
視聴者プレゼント、怪しい人買ったの、怪しい人みたいな文句だ。なんそれ、七節的に肉質のとこ、ね、みんな知らない人多いんだけど、パソコンと付属のキーボードとマウスついてくるから、一旦ゲーミング PC、電源ゲーミングマウスとか買う必要ないんで、もう。なくても一応ゲームできたよね、いきなり。あのなんかね、からから声出せ、ね、シュセットロバダイ、レーザーのその、俺らが使ってるマウスとかと全く同じ、なんかマウスをいきなりこう手に入るみたいな。なんて、マウスとキーボードが付属やろ。大事なところだからもう一回。聞こえない。マウスとデバイスごと一緒で元気になれるよってこと。腹から声出して。はい。またやってんだろ。わらわら。なんて、何か。滑舌悪いのに棒読みの方が音声でかいので、聞こえたらやばいぞ。魔女の一撃来い。腰が、日本語でお願いします。そこ怖くないか。置いてる雪山。全員使いやぞ。この肩怖いのでやめてください。今のニコリ何？シャラララー、おー、すげえ、なんかめっちゃ、ここでびっくり押ったらロゴ出せ、今落とすタイミング考えて、うちのチームのロゴ出すさ、怖い怖い、どんなとこ置くねん、わら、借り物だぞ、めちゃくちゃダサいよ、いいねこれ、うおー、めっちゃダサくていいよこれ、見て、わらわら、ロゴマジダサいな、チームロゴダサすぎだこれ、せやね、見てよ、ロゴダッサ、ロゴはまあ、うん、見て、ほら、クソダサロゴがこういう、すげえ、マジのうち伝統特大、ほら、ちゃんとクソダサロゴ乗ってんだよなこれ、反してます、やばいでしょこれ、リーするところだった、少年にもロゴが、わら、布袋、わらわら、見てくれよこの、Windows に標準搭載されてたこの父っていうフォント、いいでしょこれ、はい、これ電源ボタンで、指定率からなんですか、これが副大表ですか。布袋モデルか、中透けるスタイルは終わったんですか、ダサいから人と被らない。めっちゃ綺麗。ゴロン。怖い怖い。トップファンか、お父さん専用。いいなぁ。こういう感じ。USB はいいぞ。DPK のデザイナーやとお金すらないか。HDMI とか、デカクソデカファンとパソコン買います。棒読みちゃんに声負けてますよ。ダサすぎて、レベルのロゴがく。でもお高いんでしょ。これですよ。上に USB ついてるのよ。これですよ、横のこれ。マジックミラー君、借り物のパソコン壊してみたよね、見えない、わら、スケスケスケ、あ、待って、なんか書いてあるわ、刻印だな、剥がすなぁ、貼ってくれ、シゲルがいる、スケスケスケ、なんか刻印だな、これ見えん、マジックミラー棒、ライトつけても見えません、刻印、おい、ファザーズバッグっていう地図はダサいって、やめようよこれ、売り上げ落ちるだろこれ、わらわら、昔父のね、マジックミラー父製T シャツとか作ってた時に、ダッサ、カバー開けられないか、ナイス、内部分です、当時ね、天気移籍しろ、ダッサ、コラボ買わないようにしよう、反射で点が見えてますよ、それがデザインしたいって言って、やったんだけど、あいつがデザインしたやつに、父の背中にロゴが入ってない、みんなは出たのコラボ買おうね、ロゴと刻印の手は笑う、あ、は、つむ、父製ってまだあったんですか、売り上げ落ちてるわ、草わらわら、ファテヤス、そんなことあるか、あ、裏で買わなくてよかった、わらわら、わらわら、わらわら、そうなんだ、どうしてもダサいから外しちゃった、ちなみに好評でした、ダサいと思ってるやん、わらわら、目的に失ってるやん、わらわら、正解だよ、自信恋じゃない、自信恋じゃない、マジで落ち方怖い、落ちるまで、しんど4個、すげえ、もう少し案件動画になってる、わら、ってそうじゃん、これスポンサー喜ぶでこれ、感謝してますよ、ついに案件動画撮ったっつって、学習しない男、今下なんかあったの、顔映ってないねん、右側呪われてるわ、わらわら、タイムリープかな、そらそうやろ、借りたもんなんて壊していいんだよ、ドジっ子鉛筆じゃないから、おう、うっすら見える、わらわら、使う前から傷をつけて行くスタイル、わらわら、耐久度手差し込みで取り入れてみよう、カメラの一回とパソコン床に置かん、かっこいい、水冷っぽくない、ごっぱい、やっぱりアトックス4080でけい、水冷だよな、ほぼグラボやんけ、ナイス、やばっ、かっこいい、管理水冷だね、管理水冷やね、安くしろ、グラボとクプだけで30超える48万の3回払いですか、45万くらいですね、一人でシコシコと金利霊の分割で30回払い